で、今日、カーリーね、呪術廻戦、全巻買ってきました。8000円しました。明日から、明日っていうかまあ、ちょっと時間をかけてね、読もうと思います。電子書籍では読まないっすね。俺、なんか紙の方がいいんだよな。あと俺、無印良品でね、漫画買った後に枕買った。俺ね、まだね、俺枕買ってないよ、実は。東京に来てから一回も。今日はちょっとね、歩いたから疲れたな。いつも俺歩いた。ワンちゃんちょっと早めに生放送終わらせて、呪術廻戦見ようかな。でも不思議とね、もう呪術廻戦熱がなくなってしまった。アニメが終わって、完全に燃え尽きた、なんか知んないけど。長い棒持っとく。え、本物なんですか？違いますよ。ゼロ巻もらいましたよ。抜かりなし。抜かりなし。ゼロ巻ってどのタイミングで読んだ方がいいんですか？最初から読んだ方がいいの？あれって。夏油の声ってなんだっけ？夏油の声。正午。違う。どの声？どうも。夏油です。わからん。いや、くそーん。あれ、ちょっと早めに終わりにしよっか。ちょっとジュース回線見てくるね。漫画。じゃ、お疲れ様でーす。さよなら。